五郎館で見てからずっと気になってた。その背中、忘れるわけない。兄さん、どうして？なぜ董卓と一緒にいるの？人違いだ。ヤフー！失格だ！朝鮮、ちょうどよい。お前も兵となれ。ここでわしを裏切るか。よかろう。弾薬は貴様のものだ。呂布！騒ぎになる前に去れ。兄さん、俺に構うな。長領、連れて行け。お引き取りを。ちょっと待って。兄さんは弾薬をどうするつもりなの？拙者はただ呂布殿に従うのみ。さあこちらへ。ありがとう。また助けられたね。どうしても確かめたくて。でもようやく確信が持てた。別れも言わずに姿を消したあの兄の夢中で追い続けたあの背中、どうして弾薬に手を伸ばしているのか。知らないことには笑い合った日々は戻ってこない。妖気の闇を切り裂き進むあなたの姿が私に覚悟を決めさせた。たとえ刃を交えることになろうとも、問いただすことができるのは妹たる私だ。
絶対諦めない。意地っ張りなとこだけは兄さんにも負けないから。あいつが生きておったとはな。また共に修行に励める日が戻ればよいが。彗星がまた一つビオの空に落ちました。董卓を撃った呂布は大役を奪いビオを去ります。当代最強の武人の手に大役が渡ったのです。曹操は呂布を危険視し討伐に動き出しますが、呂布は牧羊城を奪取。逆襲を受けた曹操軍は苦戦を強いられます。道を開けよ。奥を奪い返せ。やるな、抜かるなよ。トニー、さすがは呂布よ。曹操軍の力はこんなものか。現状、深追いはするな。うん、